西江は中国南部を流れる川であり、多摩水系の最大の支流である。長さは約 2075km であり、中国国内では長江、黄河に次ぐ3番目の長さである。流域面積は353,100平方キロメートルに達し、流域は雲南省、貴州省、厚生地湾族自治区、関東省、湖南省の5省区のほか、 ベトナムの北東部の一部にもまたがる。西江は、雲南省東北部の極安市線駅区にある馬、小山に源を発し、雲南省、貴州省、厚生地湾族自治区の三つの省、自治区を流れ、関東省フッツさん区さみず重県付近で北港お及びその支流の水欧と合流し、玉江となる。玉江の甲州市一帯は三角州となっておりいくつもの分流に分かれ、 その先は広大な三角港を形成して、香港及びマカオ特別行政区を経て、南シナ海に注ぐ。流域は古来から峰南と呼ばれた。主な支流は、左側支流に北番港、流港、桂孔が合、右側支流には内港がある。最上流の風景、西への支流は、水源から北港との合流点に至るまでの間に、南番港。 クレナイ水河、健康、人口、西へと誤回名前を変える。水源は、雲南省東北部の極安市千駅区にある馬、小山の登録にあり、そこから南番港という名で雲南省と、厚生地湾属自治区の雲気高原の峡谷を流れ、貴州省モチボ県所高鎮の総江口で、左岸支流の北番港が合流し、クレナイ水河と名を変える。 南番号の区間の流域面積は56,880平方キロメートル、長さは914キロメートルに及び、平均飛行は1.74パーミルである。玉江流域づくれない水川紀州省持保県、総江口から、厚生地湾族自治区内の丘陵地帯の間の、渓谷を流れ、増収県赤流鎮の参考口で、左岸支流の流行が合流し、健康となる。 クレナイ水河の区間の流域面積は52,699平方キロメートル、長さは659キロメートル、平均飛行は0.38パーミルである。県港は、増収県赤竜鎮参考口から桂平市までの比較的短い区間で、右岸支流の宇つ港が合流して、人口と名を変える。県港の区間は、 流域面積2210平方キロメートル、長さ122キロメートルで、平均飛行は0.06パーミルである。人口は、桂平市から、青ギリ州市までの区間で、佐賀支流の桂郷が合流して、ようやく、西へという名になる。人口の区間の流域面積は2570平方キロメートルで、長さは172キロメートル、 平均飛行は0.1パーミルである。西江は青霧収州市を過ぎると、関東省に入る。西江の区間の流域面積は43,860平方キロメートル、長さは208キロメートルで、平均飛行は0.09パーミルである。桂郷の支流、利口沿岸の風景、西江の流域は、関東、高西の北を走る南霊山脈と貴州省を走る。 内霊山脈を北の境界とし、西北は唐洲山脈を境界とし、西は雲南省の両王山を長高流域との分水嶺とする。西南は雲南省中部の愛楼山脈を元への流域との境界とし、南は十万大山、六万大山、雲海大山、雲霧山脈などを南シナ海沿岸部の河川との分水嶺としている。東は 南霊山脈の一部をなす萌えな儀砂霊を北高との分水霊とする。流域総面積は353,100平方キロメートルで、玉江流域の総面積の77.8%を占める。流域の地勢は総じて北西が高く、南東が低い。上流部の南番港では高い雲気高原を流れ、紅水河と健康の区間は、 高原の斜面や中低山の丘陵盆地を流れ、人口と西への区間は低山丘陵の間の盆地を流れる。上流から下流までいずれもカルスト地形が見られ、奇怪な形状の峰がそそり立っている部分が見られる。流域は熱帯気候に属し、気候は温和で、雨量は非常に多い。年平均気温は14度から22度で、 年平均降水量は1370ミ、mm、リメートル。年平均蒸発量は900から1600ミ、mm、リメートルになる。西江の都市平均流量は2300億立方メートルで、玉江流域の流量の68.5%を占める。西江流域の中国領内の総人口は6132万人で、玉江流域の人口の63.9%に相当する。 そのうち農業人口が5092万人に上る。流域内の漢族以外の少数民族は、総人口のうち20%以上を占め、主に上流、中流に住む。その中でも、地元族の人口が最も多く、流域全体の少数民族の総人口のうち70%を占める。甘い家と呼ばれる水上生活民が流域の各地に住んでおり、 沿海部に住む甘家と区別して淡水山屋と呼ばれる。流域の高地面積は666万ヘクタールになり、穀物などの栽培を主とする。上流の雲南省一帯は煙の大産地になっている。中流から先は初頭の中国第二の産地で亜熱帯の果物の産地でもある。西への上流地域は中国の非鉄金属の主要な鉱山地帯であり。 中国南部最大の炭鉱地区もある。ABC、中国学校大験編纂委員会、中国学校大験玉山巻。北京、中国水利水田出版社。ピアニッシモ16、161ページ。ISBN 978から7から517005612。ありがとうございます。